ヘビフロッグと申します。お、こんなところに何やら赤い体をしたカニが隠れていますね。このカニは河原や森林に潜む弁慶ガニと呼ばれるカニです。こういう感じのサワガニよりも少し大きめの真っ赤なカニです。カニといえば何を食べて生きているかご存知でしょうか？実はカニは雑食性で、動物や植物など何でも食べることが可能です。特にサワガニやこの弁慶ガニは動物の死骸や藻や雑草、ゴミなど何でも食べることが可能です。どうやらとりあえず目の前にあったものを食べていると言われています。というわけで今回はこの何でも食べてくれると噂の弁慶ガニに、ここにあるスライムゼリーを与えると食べてくれるのか、これを検証します。この実験スライムゼリーは食用のスライムです。実は昔この弁慶ガニにねるねるねるねを与えてみたんですが、なんと食べてくれました。それであればこの実験スライムゼリーも食べてくれるはずですよね。弁慶ガニが潜んでいる道にスライムが落ちていたらどうなるのか、今回はこれを検証します。というわけで早速準備をしていきましょう。というわけでまずはスライムを作っていきます。中には怪しい粉が3種類入っています。ベースの素を入れていきます。それではこの大きな皿にも粉を入れていきます。先ほどの液体を入れます。シュワシュワと音を鳴らしていますね。まるで科学の実験をしているようです。それでは最後はこの中にスライムの素を入れます。某ねるねるねるねのように混ぜていきます。食べれるスライムの完成です。混ぜている感じ、これは正真正銘スライムですね。いくら雑食でも野生の生物がこのスライムを食べようと思うのでしょうか。気になりますね。というわけで早速与えていきます。さあカニは食べるでしょうか。スライムに対して警戒していますね。それではもう少しだけ近づけましょう。ほら、さあ食べるか。お、スライムを食べ始めました。おー、食ってる食ってる。なんとカニがスライムを食べています。やはりこの弁慶ガニは何でも食べることが可能なんですね。少し警戒はしていましたが、すぐに食べてくれました。ハサミで口をいじっています。お、食べましたね。おお、食ってる食ってる。食べてはいますが、あまり積極的ではありません。どうやら味に違和感を覚えているのか、すぐにハサミが止まってしまいます。あまり積極性はありませんが、このようにスライムを押し付けるといやいや食べてくれますね。おー、食ってる食ってる。顔についたスライムを食べています。やはりカニは目の前にあったものを一度食べれるものかどうか食べてみるという習性があるということが分かりました。というわけで今回はこの弁慶ガニに人間が食べるお菓子のスライムを与えるとどういう反応をするのかでした。少しだけ食べてあまり口に合わないのか、そこからは食べてくれなくなりましたね。未知の食材に対して食べてみようと思う精神はとても勇気がありますね。というわけで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。